2021音貞おっぺけ祭、音次郎貞やっこの世界一周。川上音次郎貞やっこ夫妻は日本に西洋式演劇を持ち込み、貞やっこは日本初の女優となりました。川上音次郎は明治30年頃、世間のありさまをラップ風に盛り込んだおっぺけぺー節で一世を風靡します。権利幸福嫌いな人に自由党おば飲ましたい、おっぺけぺーおっぺけぺーおっぺけぺっぽーぺっぽっぽー、心に自由の種をまけ。その後、ドタバタ活劇、自由民権を訴える創始芝居、日清戦争を取材した舞台で大人気。その頃、貞やっこは日本橋吉兆の芸妓ナンバーワン、初代内閣総理大臣伊藤博文ほか、おれきれきがひいきにしました。そんな二人が出会って結婚、音次郎は人気に乗って衆議院選挙に出馬、落選すっからかん。なんと二人は4メートル足らずの手漕ぎボート日本丸で太平洋に船出したのです。築地、横浜、横須賀、下田、御前崎、鳥羽、田波、洲本、ぼつぼつと17カ所に寄港して神戸まで参ります。とんでもない夫婦に世間は大騒ぎ。そしてついに音次郎貞やっこ起死回生のアメリカ行きと相なります。世界に飛び出た日本人、川上音次郎貞やっこの足跡をご覧あれ。まずは横浜からアメリカ公園に向けて出発、船はハワイはホノルルに寄港。音次郎は日系移民に向けて聖誕演説会を開催、当時の劇場朝日座は満員御礼大喝采、カンカン帽に礼をかけご満悦であります。そしてサンフランシスコに到着、さあこれからという時に座員に有金そっくり持ち逃げされて、今度は異国ですっからかん。その後ボストン、シカゴ、ニューヨーク、アメリカ横断の旅公演、途中音次郎が盲腸にかかったり、どうせ日本語だからセリフは何を言ったってわからないとばかりはちゃめちゃ言葉でベニスの商人をやってみたり、それでも大入り満員大喝采。さあ続いて大西洋を渡り、大英帝国はロンドン、花の都パリへと進んでまいります。時は1900年、パリ万博は11年前に完成の世界一高い鉄のエッフェル塔がそびえ立ち、本格導入された電気が会場を照らし宝石のようでした。ここで貞やっこはマダム貞やっことして大人気を博します。音次郎一座の演目、芸者と侍、いくつかのストーリーを組み合わせた歌舞伎風舞踊劇で、中でも話題をさらったのが貞やっこの娘道成寺。日舞にバイオリンを合わせ、舞踊のうちに狂気に駆られ死に至る憤怒の形相が人々を虜にしたのでございます。その勢いは凄まじく、あのロダンが貞やっこにモデルを頼むも多忙と断っていたり、あのピカソは貞やっこのデッサンを残し、雑誌の表紙は飾るわやっこドレスが流行ったのでした。当時の最先端、ローカンレコードに音声を吹き込んで日本人初、人の声の録音を残しました。残念ながら音次郎の声ではないと言われておりますが、貞やっこの琴の音が残るとも申します。
おとじろう、さだやっこは欧米のトップスター。フランスで文化勲章をいただき、ロシアで皇帝に拝謁するなどなど、まさに世界を一周して日本に帰国。そしてそして拠点を構えたのが我らが茅ヶ崎だったのでございます。当時すでに茅ヶ崎に別荘を持っていた歌舞伎役者九代目市川團十郎を慕ってこの地を選んだとも、土地が安かったから選んだとも言われております。今現在の茅ヶ崎市美術館図書館のあるあたり、高砂緑地に約3000坪、伊藤博文は万象園とこの館を名付けました。豚、犬、猫、鶏、ヤギなども飼って家計の足しにしたとかしないとか。そして日本に西洋式演劇を持ち込んだのでございます。これまで男性しか舞台に上らなかった日本で、貞奴の聖劇オセロの出演が日本の女優第1号誕生の瞬間でございました。それから立て続けにシェイクスピア劇を3本上演、ベニスの商人法廷の場は茅ヶ崎村でも無料公演がありました。そして貞奴がオフィーリアのハムレット、子供たちのための児童演劇も手掛けます。子供と文化を結びつけた最初の日本人でもありました。2021年、現在茅ヶ崎に残る彼らの足跡は、貞奴が使ったと言われる井戸枠。そして、聖劇オセロを全館借り切って稽古した旅館、茅ヶ崎館。茅ヶ崎館はその後、小津安二郎監督の常宿ともなり、今も映画人に愛される旅館です。音貞おっぺけ祭は二人の偉人の足跡をたどり、茅ヶ崎が育んだ近代演劇を紹介しています。川上音二郎版80日間世界一周は YouTube で配信中。シェイクスピア劇3作は DVD を販売中。おっぺけ売店で検索を。川上音二郎、貞奴の足跡をめぐる音貞おっぺけ祭。乞うご期待。構成、ミルキク学会。主催、音貞おっぺけ祭実行委員会でした。